菊池敏之夏湾スカウトの小願力49私が阪神のスカウトに就任した頃には想像もつかなかった話ですが今ではテレビ、新聞、ラジオなど既存のマスコミだけではなくインターネットメディアも野球を分厚く取り上げます阪神のスカウトを退任してからもありがたいことに数々のメディアの方々から取材依頼を受ける機会がありました NPB から退いた後でもそうした需要があるということ自体、ありがたい話です。こうしてトースポでも連載記事を発信させてもらえることにも感謝です。ところで皆さんは、アベマというメディアをご存知でしょうか動画ストリーミングプラットフォーム、広告付き無料ストリーミングテレビと説明されていますが、我々のような高齢者には何のことっていう世界ですよ。 つまるところ、IT 企業と大手テレビ局がコラボして従来とは違った映像メディアとして情報を発信しているのですが、視聴者層はより興味のある分野を掘り下げたいというマニアックな方々が多いなという印象です。2018年10月下旬にアベマに出演した際には、東京六大学の解説という立場で画面に登場させてもらいました。六大学の関係者の方々は母校愛も強く、 なかなか神経を使うお仕事なんですね。下手なことを話したら業界出禁になるかもしれませんからね。ちょうどその放送日の2日前でしたかね。ドラフト会議があったものですから当然、元スカウトの私にはその話題が振られます。18年といえば現在、不動の一番打者に成長した近本三次外野手、大阪ガス、が外れ外れ1位で阪神に加入してきたドラフトです。当時、 阪神は1巡目で大阪桐蔭の藤原京太外野手、ロッテを指名して抽選で外しました。続いて立命館大の辰巳良介外野手、楽天も抽選で外します。その結果、近本を獲得するという流れとなりました。今では近本自身が大活躍し、阪神の中心選手になっていますから結果的に成功ドラフトではあると思います。ただ 当時の状況を振り返ると色々思うところはありました。関西の有力球団である阪神だから大阪党員から藤原の一巡目指名に決めたのか。これは藤原、辰美に対してどういう評価をしていたのかという問題になります。結果論ですが、あのドラフトでは辰美を一本釣りすることも可能だったわけですから。近本には申し訳ないですが、 当時の評価で言えば本来は二巡目で獲得したかった選手であると思われます。そうであるならば、藤原と辰巳を抽選で外した時点で戦略を整理し、一巡目に東洋大梅津光太、中日、遅く戦力投手として獲得し、二巡目で近本という指名もあり得たのではないのか。要は戦略下手でした。阪神は11年に境大、伊藤早田、15年に明大。 高山俊を1位で獲得しています。即戦力を期待した外野手を指名しながら、なかなかレギュラー固定とならなかった時代です。この間、久々のリーグ優勝を目指すチームはメジャーから復帰した福留康介、オリックスから FA 遺跡の糸井義雄を獲得するなど戦力補強をしていました。が、ベテランに長く依存せざるを得なかった体質がその後も続きました。